イケメン大家の面白日記。防犯カメラをつけたら事件なくなった。ワンルームのアパートで以前よく事件が起こりました。廊下に丸々が落ちている事件、入居者さん同士の喧嘩、水が出しっぱなし事件などの誰がやっているのかわからない事件です。全員に注意しましたが事件はなくならず、いつも大家に苦情が来ます。費用はかなりかかりましたが、思い切って防犯カメラを3台設置しました。もちろん入居者さん全員に防犯カメラを設置したことを伝えました。防犯カメラありのシールも貼りました。すると事件が起こらなくなりました。防犯カメラをつけて2年経ちました。事件が起こらないので、さすがにネット環境の維持費が大変なのでカメラを撤去することにしました。人は不思議ですね。どこかで見られていると自制心が働くのですね。街中に防犯カメラがあれば犯罪が少なくなるのではと思いました。皆さんはどう思われますか？こんな話に興味がある人はチャンネル登録をよろしくお願いします。では楽しい週末をお過ごしください。さようなら。